レッスン。どう、気持ちは？いや、普通至って普通、至って普通、まだね、はい、セレモニーのことで頭いっぱい。いやいや、試合のこと考えてマジで、はい、何を言おうか何も考えてないから、泣いちゃうか。普通の腰の3-1なのか、ボランチのプラの3-1なのか、みんなこの立ち位置ながら、前に前へ。で、吉田と広田は、外外分のこっちから意識して。で、ペガンゾー！はい。ジャーン！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 ただ守備ラインはしっかりできている名古屋、ただ抜けてきた大久保、大久保シュート、松田陸に対しては木本と稲垣は見ています。松田前を向いている、大久保に出した、ダイレクト。去年仙台ではウイングとしてもプレーしました。山田から大久保、大久保シュート、ランにラック。ボールをキープして山田、山田シュートまでは打てない。ちょっと流れましたね、ペナ外もしくはファーサイド、こういったところ空いてますよね。ファーサイドに瀬古を位置させてますが、藤田の左足だ、ねじ込みました。レジェンドに捧げる藤田の同点ゴール。桜の吉と最終章に向けて、これはまた強烈な一撃ですね。そうですね、ただいまの得点はセレッソ大阪背番号5。さすがにランゲニックも止められないですよね、当たって入ったんですね、はい、桜のユニフォームを着て桜のヨシトで終わる大久保ヨシト、ホーム最終戦を迎えています。使ってきたセレッソですが、アウトスイングに変えています。西岡、セレッソ逆転、
若きセンターバックが桜の義人に捧げる一発。アウトスイングのボールが当たりましたよね、はい、素晴らしいヘディングですね。うまく間に入りましたね。いや高いですね、ジャンプが。そうですね、いや素晴らしいです。3位神戸と4位名古屋の勝ち点差は5。ここでホイッスルです。大久保嘉人ホーム最終戦のホイッスル、そしてそのホイッスルとともに笑顔。38歳8ヶ月の開幕から3戦連発は J1 では三浦和義選手の神戸時代の2004年に達成した37歳8ヶ月を更新する最年長記録でもありました。記録にも記憶にも残るストライカー大久保嘉人ホーム最終戦でした。その大久保嘉人を待つセレッソの選手関係者たちです。これより今シーズン限りで引退いたします大久保嘉人選手引退セレモニーを行います。背番号20大久保嘉人。20年間本当に、どこのチームに行っても熱い声援ありがとうございました。これからまだ何をするか決めてないですけど、また皆さんとどこかで会える日を楽しみにしています。そしてこのセレッソ大阪の来年、今年以上に本当に素晴らしい戦いをしてくれると思いますので、僕もセレッソ大阪を、一生懸命、みんなと一緒に応援したいと思います。本当に20年間ありがとうございました。ここで大久保選手のご家族より花束が贈られます。どうぞ皆様大きな拍手をお迎えください。